こんにちは、こんばんは、おはよう、ベイです。アラフィフ独身中年男の、借金、住宅ローンですね、住宅ローンの総額が、なんと916万5432円ですね。あとね、残りですね、リフォームセット型のね、リフォームセット型のローンということで、まあ、住宅、この家の金と、リフォームの金、ですね、リフォームに300万ぐらいかかってますんで、まあ今地道にですね、返していってるという状況ですね。まあ、あと13年半切ったかな、9月に買ってるんで、おととしの9月に買っております。で、13年半切りまして、そして、まあ、1回目の定年が60歳なんですが、多分その頃にはね、65歳定年になってるんで、64歳で住宅ローンは払い終えるという計算になっています。で、固定資産税ね、問題の固定資産税どれぐらいかかってるかというところで、まあ、かなりね、かかってんじゃねえのっていう人もいるんですが、まあ、あいにく、そんなに高い地域ではないので、自治体によって違いますからね。あと大きさと、その建物の新しさとかね、そういうのに、関わってきますんで、でなんと、まあ、3万円台ですね。3万円台の固定資産税。でこの間ね、ペイペイで払いまして、そうするとね、何十円かね、ポイントを戻ってくるんでね。で、今度、車の税金がね、来ます。重量税、の方が来ますが、あれもペイペイでね、払おうかなというふうに思ってます。今ね、最近ちょっと買い物も全部、ペイペイで今、やってまして、かなりね、溜まってますね。ポイントの方がね、返ってくるのがね、ありますんで。普通に払うよりかはやっぱり付加価値がついて返ってくるので、まあお得かなというところではありますね。だからレクサスとかの車を買ったような感じだよね。900万とかの車、まあ、1000万の車を買ったというところで考えればですよ。で、車なんて10年で0円になるんで、一応ここは別に0円にはならないんでね、最低でも。全然問題なくというところで、まあ別に子供がいて、ね、誰かに資産を残すとかっていうこともないので、まあそこまで一回そうだね、一回外の壁と屋根を高圧洗浄をかけて、あとは少しリフォームとかっていうのをやって、で1回ぐらいやって終わりかなって、あとはもうボロボロになるまで、ね、そして、まあ俺の命もそこで尽きるだろうから、まあちょうどいいのかなというところで、だから無理なく、何でもかんでも確かにね、新しい家の方がいいんですよ。いいんですけれども、先のことを考えたり、その今現在のね、そのこういうやっぱコロナとかね、予期せぬ不況のこととかを考えて、例えば職を失ってもアルバイトで返済していけるような形、毎月均等で、前の家の家賃と同じぐらいね、払いにしたんですよ。だから結局あそこに前いたでしょ、俺がよくね、撮影してた古いちっちゃい狭い部屋があるんですけど、あのボロいマンションも、駅からね、近いんで、かなりのね、金額がかかってたんですよ。もったいねえなと思ってたんですね。だから4万なんぼの、駐車場代が6000円ぐらいかかってったので、まあ5万なんぼ払ってたというところで、今、5万9000円ぐらい今払ってるんですけど、まあそれと同じに近いという形ではあるのかなと。まあ向こうは管理費込みでその値段だけどね。まあ固定資産税とかありますけど、だからね、最初その住宅公団の分譲の 3DK みたいなやつを買おうと思ったんですよ。400万とか500万で買えるんで、ただね、それだとずっと
修繕積立金と管理費がかかるわけです。あと駐車場、駐車場代かかるから、それを、まあ、70いくつまでとかって考えたらね、まあ、駐車場代はね、でも家賃はずっとから住み続けって言ったらずっと発生するんで、まあ、もったいねえなというところで、まあ、リフォームとかそういうのはほら、かかんないけどね、そこの修繕積立金でなんかやったりはできるんだろうから、まあ、どうなんだろうね。だからどっちが得とかっていうのは、その不動産を資産として扱う人にとっては今買うべきではないのかなっていうね。で、本格的に2021年が不況の今どん底になるはずなんで、そうするとその2022年からは景気がね、なんていうかな、まあ、良くなるという形みんな言ってます。まあ、結局ほらこれ波があるんでね、いろんな今回イレギュラーでコロナでダメになったけれども、その2022年からはまた上げ調子になってくるので、まあ不動産自体はそこで今下がってるところで買っといて、高く今度売るとかっていうのをねやればいいんだろうけど、ただもう日本の人口減ってますんで、今度売っても買う人が今度いなくなってくるっていうケースもあるんで、あまりだからおすすめはしないかなっていうね、不動産投資とかっていう部分では。俺は投資で考えてないんで、別にこれを売るとかそういうの考えてなくて、まあ最終的に最後まで住む家ということで、だから家賃払ってるようなもんですよね、しばらくはね。でそのうち今度住宅ローンが64歳でなくなるわけだから、そこから家賃がいらなくなって、固定資産税のその3万なんぼっていうのを12で割った額で、それをまあ3000以下ぐらいで払っていけばいいのかなと。あとはまあ永遠に、まあ、この家に住んでる以上は火災保険がまあ必要になってくると。まあ2000円だね、月2000円ぐらい払ってるんで毎月ね。まあそれを入れたとしても家賃で住むよりかはまだいいかなというところで、そして最終的に動けなくなって老人ホームっつっても、この多少売れるからね、ここ土地代と、ね、何百万かにはなりますんで、まあいいかなというところでですね、うん、まあいろいろね今ね婚活とか、苦労はしてます。それはもう承知の上なんで、どんどん年がね、一歳一歳上がることによって、もうね、結婚とかできなくなるの分かってるんで、それはもう承知の上でやってるんでね、まあ、本人の納得するまで、まあ、一応やろうかなというところと、一応こうやってもがいている姿を見て勇気を、もらってるか、まあ、なんかねもらってるって方もいらっしゃるんで、まあそういう方のためにね、頑張っていこうかなというところで、でもよくね俺思うんだけど、まあ、気に食わなくて俺の動画見てるやつもいるんだけど、いや別に見なきゃいいんじゃないっていう動画があっていろんな動画あるわけだから、別にねここに構うこともないわけだし、で、毎回毎回なんかこうね、ねちこく張り付いてる方もいるんだけども、全然コメントもしないで張り付いてる方もバレてはいるんで、いるんで、まあでもそういうやつもよく見てくれてはいるなというところで、まあおかげさまで養分になってますよというね、お小遣い稼ぎの方の養分になってるよということですね。でちゃんとしたファンの方には今面白い動画とかね、あとこのどうしようもない普通のおっさんの生き方というものを、まあ日常ブログなんでね、日常ブログなんで、常に配信していけたらいいかなというふうに思います。まあ、今回ね、独身男の、借金どれぐらいあるのというところで、910何万ありますよと。まあ、結構果てしないよね。まあでも長い、もっとね、長いローン組んでる方もいらっしゃるんで、まあそうね、うちの親戚なんかも35年ローンとか組んじゃってるんで、そういう長いローンね、組んでる方に比べたらまだ気が楽かなというところで、毎月の支払いそんな多くないので、普通にその辺のアパートの家賃並みの金額になってますんで、まあやっていけるかなというところで、まあ、そして楽しんで、生きていって最後に死んでいくということをね、やりたいと思っております。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。